はい、それでは続き遊んでいきたいと思います。まずはショップで、スタミナですね、いただきます。はい、で、次が間違えました。次がかけらですね。いやマジで来い、うん、来ないですね今日。いや貫突するのはいつの日になるんでしょうか。あ、でもこれもらったらできるんですよ。ちょっと押してみようか。あれ何かに使えるんですよね、かぶったら。情報交換なんですか。情報入手。あ、ほんほん、これでこれに変えれるんですね。あ、で15あったら1個もらえるんで、あ、じゃあ全然もらっときますか、次から。なるほど。いつも通り物資からいきましょうか。よ、 OK。よし、行きましょう。めっちゃ固まってる。めっちゃ群がってきてますね、メカ。で、この、なんだろう、なんていうんですかね、この靴、スケートか、スケートではね、動いてる感じ、だいぶ好きです。ローラーなんとかですかね。あ、昨日ちょっと夜、なんだろう、その刻印どれにするかちょっとじっくり調べてたんですよね。でそれで決まったのが、一旦まあ貫突した後のことも考えると、右が英雄、左上英雄、右上と左上がお酒、こうお酒あるのか、あります、ね、右上と右下がお酒か。お酒ないですね、右下。右下のお酒取りに行かないといけないです。英雄は、右はつけてるのだと左上もないですね。あとグリフォンをつけようかなと思ったので、どうしようかな。じゃあまあ、普通に英雄の左上を取りに行きますか。まあ一旦、他のキャラクターからもらうのもありなんですけど。ピンポイントで出るまでやるか、まあ、高金入手するかって感じですよね。どっち使おうかな。160か。今何かありましたっけ。無理か。OK。クリティカル率はやっぱかなり上げたいですね。30% ぐらいなので、だいぶ低いですよね。100まではちょっと厳しいかもしれませんけど、せめて60ぐらいは行きたい。100行くのか。回収率 100% 行きたいですけど、常時 100% はちょっと厳しそうなんで。お、レベル、どこありません。左上が欲しいので、てかそもそも、あ、右が出ましたか。どうしようか、上がったんでもう一回行きましょうか。もうすぐ念願の70まで。まあ、もうすぐではないんですけど、あとはレベルです、ね。何日か後にはなりそうですね。
お、技使ったらめっちゃ早いですね。そんなにダメージ出るんですね。左ブッカー、いやピン、どんどん外し、違うところ外していきますね。あ、でも左と右下か、惜しい。113か、一旦打っときましょうか、いらない。234、さよなら。 OK。 とりあえずこれ補充しておきますか、はい、あ、ウィークリーが、あ、いいですね。いや、マジこの400原石だいぶでいい。原石石ですね。173あれでもう一回いっておきますか。ちょっとキャラチェンで味変じゃないですけど、操作感を変更しましょうか。前入れん、はい、ほいほい。何秒ぐらいなんですよね。この剣に恥の戦いをするまで。右上。欲しいの左上なんですけど、残念。一括弁解。はい。はい。そしたらデイリーはおしまいです。はい。悪夢再臨さん、おう、まだ今回はやってないです。で、入社ガイド、あ、ここはイベントは、はい、はい、ここはもう昨日やります、ね、再現はもう、ここは一番下のやつだけ何もつけずにやりました。まあ、特に報酬なんかめっちゃ欲しいのなかったので、そこまで、いや、全部つけてやったらボコボコにされましたね。悪夢の再臨か。あとやっておきたいことは何かありますか。スタミナ消費しましたね。デイリーも終わって、あ、それかあれか、悪夢の再臨をちょびいただきありますか。まあ、いつものメンバーで。2段階目までは超弱いというか、HP 少ないですもんね。めっちゃ速いですね。いや、マジで貫突させたいんですよーよー。スキップさんだよ。まあ、9キャラいればマックスでもいけそうですね。もうちょっとやると70になるんで、今他のキャラクターを上げるのはなかなか素材が特に足りなくなります。やっぱ1キャラずつしっかり育てていきたいですね。
こいつすでにもう HP ゲージが7個あるのでだいぶ硬い。技がこれなんですね。あ、しまった。回復するんですよ。忘れてました。最近メンバー変えてやってたんで。せっかくなんでもう一個いっておきますか。ここ時間ギリギリかもしれないですね。9ゲージ。あら、あれが消えちゃいますね。なんかおっしゃってたな。なるほど、敵の攻撃食らって強制キャンセルされたってことか。なるほど、こいつの攻撃食らうとめっちゃ邪魔されるんですね。やめてくれ。相当キャンセルされます。間に合いましたかね。ちょっと分かんないです。オッケー、180秒以内で無事にクリアできました。もうこれで受け取っておきましょう。はい、これで交換、これ交換、これですよ。私が欲しいのは何個です。10個13個もらいます。よし、何個になりました。いやー、まだあと58個ありますからね。遠い遠いですね。まあのんびり行きましょう。これでウィークリーもおしまいですね。よし、それでは今回はこの辺で終了したいと思います。ご視聴ありがとうございました。